ケンシロウです。今日なんですけども、札幌市の厚別区に日本初冷凍ケーキの屋外自動販売機ができたということを、耳に挟んだので、ちょっと行ってみたいなと思います。ちょっと日本初っていうのがね、ちょっとそれが厚別区にあるのはちょっと僕も嬉しいことなので、どんな感じなのかなってワクワクしています。それでは、しっかりと、マスクをしてね、屋外に出るのでね、ちょっとマスクをして行ってみたいなと思います。それでは行ってみよう。あー、着きました。この感じを一度ちょっとやってみたかったんで、チャレンジしてみました。早速、日本初の冷凍屋外冷凍ケーキの自動販売機、紹介していきたいなと思います。あ、ここにね、日本初書いてある、商品がミルクロール、これ全部一律500円なんですけど、ミルクロール、香ばしい味噌ロール、フルーツロール、カタラーナ、このね、ケーキの切れ流しっていうのがね、ちょっとあるんですけど、ちなみに今日はミルクロールとこのケーキの切れ端がちょっとね、売り切れてるので、香ばしい味噌ロールとフルーツロールとカタラーナ、3つ買っちゃいたいと思います。香ばしい味噌ロール、カタラーナ、オッケー、買う。やりました。あ、フルーツロール、香ばしい味噌ロール、カタラ、はい、これをちょっと持ち帰って食べてみたいと思います。はい、戻ってまいりました。本当は5種類あるんですけども、2種類売り切れてたので、今日は、フルーツロール、香ばしい味噌ロール、カタラーナ、はい、この3種類を食べていきたいと思います。それではいただきます。まずフルーツロールの方から食べていきたいと思います。いきます。うん、あ、生クリームがなんかすごい美味しい。あ、うまい、うまいって言っちゃった美味しい。これは冷凍で買うものなので、冷蔵庫で解凍してから食べてっていうふうには書いてありました。次、香ばしい味噌ロール、味噌だからね、これが味噌の、なのかな。うん、ちゃんとしょっぱい、すごい面白い味。うん、あ、これなんか甘いのは苦手な人でも食べれちゃうかもしれない。僕は甘いの苦手じゃないんで、全然食べれちゃうんですけど、美味しい。じゃあ次、カタラーナ、カタラーナ、これはもう切って、どれかな、5分の1ぐらいに切りました。うん、美味しい。うん、めちゃくちゃ美味しいです。いつでも外で買えますよっていう付加価値がついてるので、500円はまあ普通ぐらいの値段なのかなと思います。はい、すべて完食しました。今日食べれなかった残りの2種類、ミルクロールと、ケーキの切れ端ですね、残り2つも気になるので、どこかでリベンジしたいと思います。場所なんですけど、札幌市の厚別区厚別北2条3丁目 1-1 にある北濃スーパーの跡地ですね。もう閉店してるんですけど、北濃スーパーの跡地に、日本初冷凍ケーキ自動販売機がありますので、興味のある方はぜひ行ってみたらいかがでしょうか。この動画が面白いなと思いましたら、
チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。